町田市のありとあらゆる情報を分かりやすくお届けする町テレ。今回は大雨などによって引き起こされる水害への取り組みに注目します。バケツをひっくり返したような大雨が突如として襲いかかる、いわゆるゲリラ豪雨。短時間に大量の雨水が河川や下水道に集中するため、川の氾濫や住宅地の冠水などを引き起こして日本各地に深刻な被害をもたらしています。町田市内でも境川が氾濫し、家に取り残された方がいたり、降り続く長雨で地盤が緩み斜面が崩れ、土砂災害が起き、倒壊危険が起きております。市内を流れる境川や鶴見川、普段は安らぎの場として心を潤してくれる川も、ひとたび大雨が降ればその表情は一気に変貌します。境川左岸の監視警戒に出場せよ。町田市では消防署、消防団員、市役所、ボランティアなどが連携を図り、水害を最小限に抑えるための訓練、水防演習を行っています。この演習は町田消防署と町田市の合同の水防演習です。大雨、台風、局地的な集中豪雨等対応するための訓練です。河川の氾濫、土砂崩れ等に対応するため訓練を行います。境川左岸の水防第5小隊活動中の現状に消防団第5分団出場せよ。この後地下を確認させろ。そちらから押さえてもらう。交番防護工法は鉄のパイプや鉄の板により壁を作り、土砂を持って小さい堤防のようなものを作ります。これは土のうを積むものより丈夫にできております。大型土のう工法は土のうを大きな袋に詰めたものです。水の流れを変えるときに効果があります。水害は河川の氾濫だけではありません。急激な増水によって人が中州に取り残されてしまう危険性も考えられます。大雨や台風に対して私たちはどう対処すればよいのでしょうか。はい、緩め。まず第一に情報に注意してください。テレビやラジオ等情報を集め、外出はなるべく控えてください。第二に危険な場所に近づかないでください。川は要注意です。住んでいるところが降っていなくても上流等で大雨が降ると急激な増水があります。また浸水した道路はマンホールの蓋が開いたりしてとても危険です。三つ目は局地的な集中豪雨等により地下に水が流れ込み、ドアが開かなくなる危険があります。早めの避難が必要です。災害が起きてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。自分で何とかしようと思わずに119番してください。また町田市役所連絡していただければ、消防署、市役所、さらには地域の消防団員が対応いたします。町田消防署ではつけましたか？住宅用火災警報器を合言葉に、住宅用火災警報器の設置を呼びかけています。東京都内でも平成22年4月1日から今お住まいの住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務となります。尊い命や財産を守るために早めの設置をお願いいたします。今回のまちテレいかがでしたか。まちテレではこれからも暮らしに必要な情報を分かりやすくお伝えしていきます。次回もどうぞお楽しみに。